では今日のゲーム振り返ってまいりましょう。今日はオリックスは高卒2年目塚原がプロ初先発をしました。対するは今シーズン40歳になりますベテラン西口。2回の裏2アウト満塁で坂口ファーストゴロ、先制のチャンスを逃しました。3回の表ワンアウト2塁、その塚原が粘ります。好調栗山空振り三振、2番の浅村センターフライ、ピンチを脱しました。3回を終えて両チーム得点がありません。4回の表西武チャンス、ワンアウト三塁で5番の島、レフトへのこの当たりが犠牲フライになりました。西武が4回に1点を先制、1対0。そして4回の裏2アウト満塁でまたまた坂口です。今度もファーストゴロ、なかなかホームが遠い今日のオリックス。5回の表ワンアウトランナー1塁、栗山センターの頭の上、センターオーバータイムリーツーベースヒット、西武1点を追加。中島ライトへタイムリーヒット、さらにもう1点を追加、3対0。6回にもチャンス、2番手古川を攻めてワンアウト1、3塁、秋山の当たりはセンターへ、犠牲フライになりました。4対0、6回の表4点差がついて、ちょっとオリックス嫌なムードになりましたが、この6回の裏先頭バッターのバルディスです。レフト線にツーベースヒット、そして北川左中間へタイムリーになりました。ツーベースヒット4対1、3点差。そして川端ライト前タイムリーになります。4対2、ワンアウト1、3塁、チャンスに坂口、代わった松永からセンターへタイムリーヒット4対3。さらに後藤でしたが、後藤はこの米田のファインプレーに殊勲度を阻まれました。ライトフライで3点で攻撃を終了、4対3。7回井出穂です。左中間に2号ソロホームラン、4対4、ついに同点。塚原の負けがなくなり、西口の勝ちがなくなりました。8回の表平野、素晴らしい投球を見ましょう。中島見逃しの三振、島スイングアウトの三振、ヘルマンスイングアウト、三者三振でした。9回は岸田、まず秋山スイングアウト、上本は見逃し、そして9回です。9回の裏ワンアウトランナーなし、バルディースです。ゴンザレスから放った3号サヨナラソロホームランでした。決着ついて5対4、オリックス西武ライオンズに勝っています。今日の放送はこの後4時42分までお送りします。